はい、皆さんこんにちは、ビカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、今回は久々にオルフェンズから離れて WOF の4ステージ目ですね。こちらをやっていきたいと思います。全部で5ステージのうち4ステージ目、ジンクスがもう見えてるんで、みんな一般兵の中ちょっと生きてる感、国連兵か、獲得ユニットは2体しかいないな。まあやっていきましょう。これはソレスタルビーイングが世界を揺るがす5年前、西暦2302年の出来事である。まだ武力介入の準備段階であったソレスタルビーイングには、組織内部に裏切り者の暗躍があった。計画に是非を問う者たちの策略により、当時開発中であったガンダムに運用事故が多発した。マイスター候補の一人だったヒクサー・フェルムは親友グラーベ・ビオレントを失い、また同時に自分の存在をも殺されることとなった。生きろ、命を落とした親友が最後に託した言葉、その約束を果たすため、ヒクサーはベーダの忠実な端末になり下がってでも、この親友のいない世界で生き続ける道を選んだ。ベーダからのミッションプランか。ここで命令不履行して首の爆弾で吹き飛ばされるのも面白いかな。いや、計画のために生きる、そう決めたじゃないか。活動を再開した彼はそれまでにあった陽気さを失い、首にはめられた自爆装置が組織内の立場を表していた。そしてミッションを開始しようとした時、彼の目に憔悴した少女の姿が映った。女の子、傷が痛むのかい？あ、いえ。わかるよ、君が痛がっているのはその傷じゃない。その出会いは運命のいたずらだったのか。ハヤナはフェレシテに所属する花代と同様に、もともとは人格プログラムから生まれたデータ上の存在であり、その肉体も組織が用意した器に過ぎない。一連の事故の影響によって彼女は今でも自身の肉体を奪われる恐怖に囚われ続けていた。人は見えない傷の方が痛い、だから悲しい。でもどんなに痛くても生きていくしかない。生きていく。そして僕はベーダの目として世界を見て回るために生きる。それから6年、ベーダの記録に死亡扱いとなっていたヒクサーは、今再びシャルたちフェレシテの前に姿を現した。彼が今も生きている理由も、太陽炉を奪い去ったわけも、フェレシテには推測のしようもなかった。しかしフォンだけは、新たなマイスターの出現を足がかりに次の舞台へ踏み出す決意を固めていた。コード A13。
上もあるのかよ。これ下には出れないの？下には出れないな。一回上か。目標エリアに到達。ん？これもうさ、そのまま下に降りてよくね、全員。誰も引っかかんないよね。引っかかるとすればこいつが引っかかりそうな気はするけど、うお、先に本を動かすか。チャンスステップ使わないとちょっときついかもしれないので、まあ例によってデカブツを出そう。でデカブツで今回はもうビーム兵器が使えるかな。いいねいいね、ストレスがない。で GNランチャーは使うまでもないんで、俺様が敵を蹴散らしてやる。一応ゲットゲージちょっとあんな。じゃ下に下ろして全員下で戦闘しよう。結局なんかこうなるよね、その複数マップでも。砲台とかいたんだ。こいつ突っ込ませちゃって大丈夫か。でもまだあと4ターンあるかな。一回中に入れよう。なるべく戦艦と一緒に行きたいかな。この通路さ、アクエンジェルとか入れなくね？思ったけど。ちょっと砲台厄介だから砲台を破壊しておこう。だいぶ射程長いかな。これ倒して、で、こいつら多分倒していけば、あと2ターンでいけんな。てか次のターンでいけんな。だからまあまあ、あと3ターンあるから、ちょっと余裕を持って、全員で進軍していこう。じゃあ、こいつをまずぶった切って、で、こいつもぶった切って、でもう行っちゃおう。大丈夫っしょ、こいつの実力なら囲まれても。上にジンクスか。これジンクスの2だよ、2ソードとかいうのになってる。まあいいや、降りてくるの待とうっていうか、これ奥いけんの？全然いけねえんだけど、ここをこうやって進まっていかなきゃいけないんだ。大変だな。ちょっとちっちゃいから行きやすいよ。ちょっと待って、フリーダム格納してから行こう。お、全然いけんじゃん。もうめちゃくちゃ小回り効くな、こいつ。ほんといいわ。フェニックスもちょっと減っちゃってるから、一回ビームライフルでこいつを攻撃して、
でレベルアップ5。で帰ろう。でちょっと下の方舞台出しますか。こっちサンドロック舞台届かない。減らしておくだけ減らしておくか。てか物流が半端ない。スーパーソニックトランスポーターを早急に向かわせないと。そのためにはここら辺開けとかないとね。ちょっとやっぱりジンクス強え。結構ベルデがやばい。ただ倒せるやつはガンガンに倒していきたいから、ちょっと2体ずつ倒してきたんだな。普通にビームライフルでいくこいつは。あとアビリティ持ちのやつもちょっと気にして回収していこう。シード、これが統率、統率格闘2か。あー、まあどれも微妙って感じだな。まあ少なくとも今欲しいっていうやつはいいな。いいよね。だってもうガイも大丈夫でしょ全然。よし、じゃあ経験値稼ぎでいこう。これ確かさ、戦艦連携って参加したやつ全員に経験値が入るような気がしたんだよな。もうめっちゃいっぱい出る。これ4機倒したでしょ。あれ1機倒してね。撃ち漏らしたか。まあしょうがない。誰かレベル上がったでも。ほら上がった上がった上がった。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。戦艦連携そうするとめちゃくちゃ対応していけるな。お、めっちゃ上がっていくわ。あと撃ち漏らしが600か。まあ誰がいいかなって言ったらレベル上がりそうなやつがいいな。ヘビーアームズ。これで終了。よし3レベル。誰か開発できないかな。2万円か。やっぱり敵の数が多いと結構金は入るな。早な。さあ見てみましょう。でまずそもそもフェニックスガンダムも次いけるんだよな。開発いいね。能力解放これで多少はまた戦えるようになった。220になってるのか。プラス30だからこれ全部250。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でサンドロックとかは多分無理だな。まだまだ先は
長い。で、このフェニックスも開発して、で、能力解放からのレベル10でハロなんだよね。だからハロにしたい。一気はハロにしよう。デュナメスはサダルスーと、なんか弱くなりそうだな。キュリオスか、キュリオスはいらない。タイプ G6 が何かだな。ちょっともうちょっとレベル上げますか。で、アストレイのブルーはまあ多分もうブルーで発生していく感じだよね。なのでこっちは一旦 OK。 じゃあ上の人たち、バスターは、あ、そうか、ノワールが5か。まあノワールだな。まあ、バスターの方が使いやすそうであるけど。フリーダムはどう？ミーティア6で何になるかか。で、エクシア5。アバランチ、エクシア、ダッシュになるな。よくわかんないけど、射程は相変わらず短いな。で、ティナミサイル7だな。じゃあ、普通も7まで鍛えて。で、パルマトスはもう正直何ケータムである？ 5 全部あるしな。買っちゃうのが一番早いけどね。解体して買うのが多分一番早い今んとこ。でもローエングリーンは多分もう完成形だからな。まあまあまあ、こいつはこいつでいいでしょうと。で、ウィングガンダムはもうそもそもウィングゼロとかにもしたいから。ヘビアムズはどう？どこまでいける？これ何？エンドレスワルツ版イーゲル装備。ちょっと下がるんだけど。射程6か。ミサイル前段発射すごっ。あー、でもちょっと弱いな。ハッチフルオープンモードが4500で、エネルギーめっちゃ使うな。ちょっと4まで解放して何が出るかだな。それは確認してからやろう。というところですね。まあ、やっぱり開発ができるようになると、なんか一気にめちゃくちゃ夢が広がるという感じなので、まあ開発はちょっと解禁して今後もやっていこうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。